中国道曲がってみましょうかね。セイタカワダチソウ身分上跡、コスモスが綺麗です。金木星、日上城山が見えます。お地蔵様、川土手です。太鼓が見えます。つづら山の方です。山吹咲いてます。川の方に竹林、昔武田と毛利の戦いがあったところです。道の駅マイロード、桜の季節は綺麗なところです。また黒蛇がいました。サルバミ山が見えます。冠川、千代田インターの橋、紅葉した木があります。ゆっくり通ります。正面に有田市の有田城跡、武田方だったので毛利が攻めました。展望台見えてるでしょう。どっか説明板ないでしょうか。千代田中央病院、冠川、中出橋から眺めた景色、有田城跡、電波塔がある猿波山、この辺も合戦の跡はでしょう。太陽光発電、太鼓から離れました。中国道のそばです。猿波山、千代田場所かな。中国道をくぐります。用水路の水の音、左に大垣山、右に大剣山、山椒魚いないかな。あそこで左に曲がります。山の方へ、説明板かな。大垣山、ここがよく見えます。ここも咲いてます。
10月11日ですよ。もちろん種もあります。有田城あと見納め。これはこんにゃく畑。栗。池があります。まだ咲いてますね。